ルーキーチャンピオンレースは、競輪の若手選手の育成を目指して行われている、男子選手による単発レースの題名である。なお、ここでは合わせて、同じ趣旨で行われる、女子選手による単発レースであるガールズフレッシュクイーンについても、記述する。日本競輪選手養成所を卒業し晴れて、プロ選手となった競輪選手のうち、新人戦である。 ケイリンルーキーシリーズを経て、先輩選手に混じって本格的にレースデビューしてからルーキーチャンピオートレースでは最初の半年間、ガールズフレッシュクイーンでは最初の2年間、それぞれにおける競争成績や審査基準などを踏まえて出場制選手と補欠選手をそれぞれ選抜し、一発勝負で新人選手ナンバーワンをかけて争う。このうち、 ルーキーチャンピオートレースについては、若は師匠とも呼ばれている。開催地は各競輪場の持ち回りであるが、現在は日本競輪選手養成所の候補生募集が年1回であり、選手デビューが基本的に毎年7月以降であるため、毎年3月から4月にかけてのいずれかの記念競輪最終日の第6レース、または第9レースに特別レースとして実施されている。 なお、過去には、第35回が、オールスター競輪2日目 7R に内包されて、実施されたこともあった。65から100機と101機以降の奇数期の、男子選手が対象。基本的に毎年7月以降に、本格デビューした選手の中から同年12月までの、半年間の競争成績により、出場制選手9名、補欠選手2名を選抜する。 1990年8月11日に第1回が65期生を対象として行われ、後にタイトルホルダーともなった海田和弘が優勝した。なお、76期生を対象とした第12回までは、それまで行われていた新人戦、新人リーグでの成績上位9名が出場選手として選抜されていた。出走する全選手の実力が常に喫航しているものの、 車検の上では86期以降の開催から3、連勝短式の配当において5万円以下が4回しか出現していないほど過去からの平均払い戻し額が極めて高くなっている。112期以降の女子選手が対象。基本的に毎年7月以降の本格デビューから2年、未満のガールズ競輪選手のうち、選考期間中の競争成績により、聖選手7名。 補欠選手1名を選抜する。ガールズ競輪特別競争の一つとして、2019年4月14日の高知記念第9レースで初開催することが決定した。レース名称については、事前公募の上、ガールズフレッシュクイーンと決定した。優勝者は、ガールズ特別競争である7月のガールズ競輪フェスティバルの出場権を得ることができる。 1> 第1回は112期114期を対象として行われ、梅川風子が優勝した。なお、2020年の第2回は、当初は COVID-19 の影響と緊急事態宣言の対象地区に開催場の西部園競輪場が入っていたため一時は開催中止となったが、11月3日に豊富競輪場第6レースにて改めて行われた。2021年の 第3回は改めて西部園で行われた。近年の各着順における賞金額は以下の通り。ガールズ競輪特別競争でミンミとのコラボ曲である新テーマソングが起用。ガールズ競輪情報配信サイト2019年12月17日閲覧。第1回ガールズフレッシュクイーン開催日程及び開催場の決定について。 ケイリン JP2019 年1月30日閲覧。ただし、ガールズ1期生である102期においては、同選手のみが選考対象となっていた2012年のガールズグランプリが実質のルーキーチャンピオートレースであったと言える。ガールズケイリン新人選手特別レースの名称募集。ガールズケイリン情報配信サイト。2018年9月3日閲覧。 ガールズ競輪新人特別レースの名称について、競輪 JP2018 年10月25日閲覧。競輪資料室、グレードレースガールズ競輪特別レース等、先行基準一覧表。競輪 JP2021 年4月18日閲覧。10月から3月までの開催について、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策。 競輪 JP2020 年8月18日閲覧。ルーキーチャンピオンレース、ルーキーチャンピオンレース、ルーキーチャンピオンレースガールズフレッシュクイーン、ガールズフレッシュクイーン賞金表、ガールズフレッシュクイーンレース本来は3月20日に、岸和田で行われる予定だったが、東日本大震災の影響で延期になった。高知競輪開設解説69周年記念レポート、最終批編 ケイリン JP2019 年4月15日閲覧。本来は4月19日に西部園で行われる予定だったが、COVID-19 の影響と緊急事態宣言の影響で延期になった。ガールズフレッシュクイーンに関するカテゴリー。ありがとうございます。